どうも。新丸ごっこです。どうも。まあ、こだわりがみんなあるっていう話も前もしたけど、はい、俺ちょっとかっこよく言い切ったら、俺女の子だった時シャドウを歩くっていうの俺これずっと、俺も高校ぐらいの時からそれでも結構早めですね。僕は大人になってから、いやそうなるとさ、まあここが歩道とするじゃないですか、うん、でここを車と通る道とさ、で女の子がまあこうこの辺歩くとするの、おったらここ歩いてた自分はこう来んの。いやだからまあ引っ張ってこっちに、そうそうそう、こう何こっち歩きってなんとなくこう歩けとは言えへんねんけど、何がまあこうやってこっち側にこう回ったりとかし、まあそうですね、車道を歩くようにしてるわ、なんとなしな、まあそれだったら戻るやつもおんねん、また女のやつで車道に、車道に俺が歩いたみたいに引かれたやつ、またこっち側に入るやつ女、あれな、なんか自分立ち位置やんやろな。それってある意味、まあ、言うたら、ね、まあこう女の子ここ歩いてて、もうまたシャドウが歩いてってこう行くでしょ、でこう行くでしょ、でなんやなんやしてまたこう行くでしょ、そう、それって明らかに和也さんが気配りしてんの気づいてないですよね。そうです、気づいてない、ね、もう要は自分の立ち位置だけをな、気持ちいい方ね、気持ちいい、だからもうそんな女にね、わざわざ毎回毎回こんなんせんでいいですよ。で気づかんじゃないな、まあ、こんなやつはあのレディーバースとか言うし、あれはないな、資格ないな、こういうこと多いね、あの日本女性、うん、僕レディーバースといちいち言う割に、はい、レディーバースを愛してないやつが多い。だからそれあのね、黙ってやるのは損ですよ。だからこうやって歩いてるときに、こっち側歩きっつってこう、もう言うべきです。車来るからね、僕言いますもん。ほんだら、いや、私こっち側の方が歩きやすいんで、いや、それ。うん、そうやったらもう、あ、そうか、危なくない、大丈夫、言って。ああ、そうなったら、じゃあこっち側歩けば。ああ、押し気味でな。いやいや、そうだから、こっちがダメだって。こっち側歩けば。そうか。それこだわり？まあまあ、これちょっと、まあ、ちょっとこだわって、まあ、それはした方がいいかなと思いながら。まあまあね。え、ほんで、このお腹が可愛いって言われるのか。これもまあまあ最近よう言われるわね、チャームポイントですね。チャームポイントになっていたな、これな。あの、やってれないよね、もうこうなったらね。やってれない。まあそんなことの話じゃないですか。あの、女の子に自然に触れる方法とかどう？え、さっきのシャドウの話もそうやけど、こっち行ってこうやった時にこう、触れたりできるやん、これ。まあまあ。だから、お、結構もう、俺らまあまあ、みんな触れやす触れられるやつ人たちやだから触れられんようなやつもおるわけ。あ、なるほど、ね、女の子に参考にちょっと教えてあってあげる。何を？女の子と触れる。でもキャラクターが違うな、うん、キャラクターか。例えばまあ別に悪いわけじゃないけど、その例えば秋葉原に行ってるようなね、うん、ハイウエストのカバンをこうやって持ってる人が、だからあんまり、あんま女の子とのあれじゃないとか、でも触れたいわけよ、女の子にな。まあ、それはまあ男ですからね。だから触れ、これは絶対触れれるってやつ。これはもう女の子を嫌がらんと絶対触れれる方法、これあるでってある。考えたことないですね。ない。考えたことない。いやでもまあまあ。何に触れてるっていうか別に。いや、毛を持たれてんのかな。だから今触れ触れない男性のために、うん、そう考えようよっていう。そういうこと、そういうこと、ね、そういうこと。なんかあったら、俺はものすごい触るからさ、俺は。カズさんね、すぐ触りすぎですよ。触りすぎか。いや、だけど、ものすごいベタなところで行くと、例えばバーとかでね、例えば隣に、まあちょっと仲良くなっちゃった。で、まあ、ベタなやつですよ。例えば手相見れるなら、ちょっと手相見ようかとか。ああ、いい。いい。ベタでしょ。でも。だって、手相の勉強せなあかん。そう。勉強しなきゃいけないけど、でも。手相見ようかって、こうやつもだよ。こんなやつも。こっちはこう。別にこうやって、ごめん、見してってやればいい。めっちゃ開くね。でも、こういう人ってあんまりいないでしょ。中におんねん。そんな人います？どっちとこうやって。両方見て。見て。ええー。こういうこともあるんですよ。これですよ。聞いませんよ。これいいじゃないですか。なんかとかまあ、手相系マジックとかね。手相やったら、こう横に歩いてるんですよ。こうやもんな。そうです。ああ。こうやんね。こういうのやってる。ここ。こうやん。これがポイントや。
じゃないわけよ。